疲れ様です。なんでこんなことになってんの。なんか今ブーンってきて、はい、机に虫が来たんですよ。これあれですね、昨日いました。実はあ、昨日飛んでたやつ、あれこいつか。多分こいつです。あの昨日あそこに逃げたんですよ。あの時計のところやな。そうそうそう、逃げてた。これでもこのままさ、マジでさ、どうするんですか。それ外にやるか。でもちょっとカメムシっぽいからつまむの嫌やから、はい、ファイルかなんかに載せよっか。え、キモ。え、もうちょっと広げない。トナーとか見つかっていいかな。乗らんねん。え、乗ってる。乗ってないです、全然乗ってないですか。え、ちょ、引き返してんけどこいつ。なんで2回にだらかぐらいのけんねんけど。え、虫嫌いなの。言うほど嫌いじゃない、私は。じゃあいけるじゃないですか。さすがにこれをつまむのは嫌でさ、さすがにさ、飛ばれたら嫌やねんけど。乗れるんですか、マジさ。おー、来た来た。あ、来た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 。え、ねえねえ、これ、脚力強いねんけど。来た。うーわー。来た。これで外にパンパンってしとくわ。社長にあげます、これ。カメムシです。カメムシです。カメムシね、カメムシ。カメムシ。あー、持てて、ほい。臭いやつですよね。臭いやつです。でかっ。社長のおならよりも臭いやつです。私の机にいました。え、私の机に。マジ、はい、あげます。プレ社長虫いけるんですか。ちょっと社長に渡して。終わりです。終わり終わり終わり。危ない危ない危ない。今日持ったら髪虫臭くなるやつじゃん。臭くなります。ちょっとやってみてください。もっと見るって構わない。構わないです。ちょっと私は落ちたくない。ここに髪置いて。ちょっとやだ、これ社長に渡す。絶対やばいやつやんだから。絶対やばいです。え、絶対やばいよな。ちょっと見たいだけ、単純に。その笑いが。え、これ社長にやったらやばいよな、絶対。観察しよう。あ、これ渡すんで。え、ちょっと私も、あ、渡すんで帰宅していいですか。あ、渡すんで帰宅していいですか。やばいやばいやばい。ちょっとさすがにやばい、社長に渡すのはやばい。社長に渡すのはやばい。なんでなんで少年の目、少年の目してますもん。誰が見せて、見せて、よく見たい。いや、絶対やばい。じゃあ、俺、手こうやっていくわ。それなら安心。それ、ほんまにそれ、社長のほんまに人になります。ちょっと、ブーとかやりそうで嫌だよ。やだよ。あ、やばい、潰された、潰された。あ、やばい、潰された。え、使えるんですか。え、すごい。やばい、やばい、やばい。はりゃえ、すごい。いやだだだだだだだ。どういう状況も。え、よく見たら多いよ。幸せな目にしました。やば。飛んでましたね。飛んでたよね。飛んでました。昨日会社に飛んでた。無視したのかな。はい。なんか怖くて。なんか掘ってたらどっか行ったんですよ。昨日掘って。めっちゃ顔が熱かった。興奮し。昨日あれ掘ったんですよ。ああ、でなんかブーンって飛んであの時計に止まって、ああ、そのままなんか、
どっか行ったよな、なんか、はい、忘れちゃったみたいな、みんな。そしたら今日現れました、うん、同じやつなの？多分一緒じゃないかな。なんか頻繁に出ますよね、でも。マジ？その会社、そんな前からおる会社の中に最近出ますね、はい、出んだ。いや、ちょっと前も去年もいましたね、そっちだっけ。そういや、そこ多分換気扇が入ってくる。ああ、そう考えると緊張だ。緊張だ。なんかめっちゃそっち入ってくる。ちょ、待って縦にするわ。できる、できる。いや、絶対当たる、絶対当たるやつ。ちょっと、あ、いや、みよりちゃん縦にするから。みんな集合してください。いや、もう外捨ててくるぞ。そしたら私の机の隣にこいつ出てきて、ゆうちゃんと中に、あ、おるおる、いない、おるよ、おる、ゆうちょっとやめてください。ね、これさ、紙にさ、パイパイって振った方がいいんじゃない。どこ行きました。そこのなんか柵にくっついてると思う。あ、どっか行った。あ、柵にくっついてる。これほらほらほら、あ、これか。うぇーい。いや、とんでもないですね。本当に。あ、面白い。何も面白くないですよ、今の。まあ、あの、無事3日間の本社の旅は楽しかったかな、あの虫さん。最後、多分雑に扱われて、多分最後で投げられて、多分もう弱って死にかくかもしれんですけど、うん、まあ、私話してあげたから、まあ、なんて優しいリリーさんって感じですよね。それ、一回その紙持ってレイミちゃんを追いかけましょう。あ、あり、あり、これをまだ逃げしないんだわみたいな感じで、はい、あ、やってみます。やってみましょう。やってみましょうか。最後にレイミちゃんです。そうっす、ちょっと今多分いい反応すると思う。もうそのままレイってやればそのまま多分驚くと思う。あ、そういうことね。あ、まだ釣りじゃない。絶対そう、絶対そういいじゃん。全然いいじゃん、全然いいじゃん。いやー、めっちゃ嬉しそう。めっちゃ嬉しい。何の社長が笑われた。遊びみたいな飛び方してたら取ったね。取りましたね。ショーって言ってたじゃろ。まあ、じゃあ前もなんかそれめちゃ寂しジャンプ、めちゃ寂しジャンプ。これぐらいやったら、まあ、多分飛べることないです。怪我するんだよ。大丈夫です。私強い、実は強い。強い、足腰強い。そう、はい。というわけで、ちょっと虫さんをね、自然界に返してあげたという優しいリリーちゃんの動画でした。はい、はい、では、まあ、まあ社長の驚かしてる姿っていうか顔とか、みんなのびっくりする顔が面白かった方は高評価とチャンネル登録お願いします、はい、求人道場とマッチングサイトもお願いします。めちゃくちゃ慣れてます。また見てね。めちゃくちゃスムーズ。